どこで駅抜こうと思った時にさ、どうしてもやっぱりさ物に走っちゃう最近。うん、出かけてはないんだよ、そんな出かけてはないんだけど、なんだろう、仕事の合間の休憩時間とかちょっと物を見て、あこれ欲しいな、物欲やべえ本当に。まあなんか一応さ自分で考えながら買ってはいるんだけどさ、買うとき、ね、怖いね。でもありがとうございます。そんなバッグ、家にはそんなものないんですよ。うん、ちょっとね買っちゃうよね。お洋服とかではないんですけど、うん、まあ、なんかこまごまとしたものから、まあ、ちょっとだけ高いものまで、うん、怪しいです。お洋服はだからそんな買ってないんだよね。なんだろう、今日よく見に行ってもこれっていうのがあんまりない、うん、なんだろう、なんかさ曖昧なままで買いたくないなって思っちゃってさ、お洋服ってさ、あるあったらあっただけ全然私はいいしさ嬉しいんだけどさ、なんだろう、自分で買うときになんか、うーん欲しいけどなーっていう気持ちで買っちゃうとさ、なんか怖いなと思って、そう、なんだろう、なんか買い物って大体さ、なんかそのよし買おうと思って、まあ、買おうかなどうかな、うーん買っちゃおっかなの気持ち。あ最近スタバは全然行かない。一回だけでもあのイチゴのは飲みましたよ。イチゴのは飲みました私は。そうそれだけかな。うん、月一もないくらい。たまに月にっていうか1ヶ月で2回ぐらい行ったりするけど、そしたらしばらく行かなかったりもする。なんかさ何が出てるかによるかな。うん、しかさどんなにさ病んでても本当に好きなものがあるのよ。うん、前も話したっけ、それが音楽、歌とお洋服、お洋服っていうかおしゃれ、ファッションがすごく好き、そうなの。そうだからさ、どうしてもさ、なんだろう、お洋服とかさ腕時計とかアクセサリー、カバン、なんかどうしてもさなんかときめいちゃうってさ、うん、ええことなんだけどね、すごく。これは本当にもうどんなに暗くなっても、うん、なんかそれはもちろんね、一時的にちょっと離れたりはするけど、しばらく買い物行ってないとかあるけど、でも絶対にまたやっぱりお洋服好きだなとか、みんなお洋服着たいな、なるほど。どうしてもね。なんかいくらあっても満足しない女みたいな。漫画アニメ光るん？そこに入れてくれるの？ありがとう。よし、ありがとうございます。うん。
したね。久しぶりにちょっとお出かけしようっていうのをマミーに言ったんだけどさ、どうしようかな、何着てこう、迷うな。うん、まあ結局夕方から仕事だしさ。うん、何これ。鎌倉美味しそうでしょ。美味しいんです。うん、美味しいですね。何しようかな。ごめんごめんね、あの私の周りに、ね、結構やってる人いるよ。うん、意外と多い。うん、なんか久しぶりに可愛いお化粧して最近もうずっとすっぴんやったし、うん、あ、すごくした、出かけようかな。じゃあ可愛く撮れたら送るね。どっかに、どっかにあげるわ。うんね、髪の毛も最近伸びちゃって、なんかもうどうしたらいいかわからん。私の一番嫌いな長さです、この中途半端な。ここまで切るとすっごい切れたかな。伸ばすよ、ちゃんと。今回は本気で伸ばすつもりいやでもどうやろ、一応今のところ伸ばすつもりでいるんだけど、ちょっとね今度美容院に行ってくるので少し、うん、本当に何て言われるかだな。うん、やばいって言われたら切るかも。うん、もうね、髪の毛もさ、でもさ、もうそれだけさ、やばいんですよ、ほら、ね、黒いじゃん、この辺りで、ね、毛先茶色いです、もう色落ちしちゃって。もともとさ、ブリーチしてた時にさ、
黒色入れたからさ、もちろんそのブリーチした部分は色がやっぱ抜けてきちゃうんですけど。お腹いっぱいだな。うん、なんだかもう長くなったよね。でもね、どうしようかね。髪の毛染めるってことは結局痛ませるってことだから、本当はね、ずっとね黒いまま行こうと思ってたんだけど、最近揺らぎが、黒いままっていうかここの色に合わせて、ね、揺らぎが。ちょっと待って、ご飯食べたから一回伸び伸びするね。お腹いっぱい、すっごいパンパンハヤシライスと鉄火巻きと、ハヤシライスって今少しだったんだけど、お玉一杯分くらい、一杯ちょっとかな。そう、炭酸水ではなく分裂しないと落ちてきますよ。まあもちろんね、その骨盤があるんでそこからは落ちないですけど、落ちてはきます。本当にかき上げてさ、綺麗に髪の毛なる人ってどういうことなんだろう。ちょっと綺麗、かき上げて綺麗になることなんてないんだけど、すっごいボソボソね、髪伸びたね。このくらいまで行ってほしい、とりあえず早くそしたらいじれる、いろいろ。今日ね、だから合間の時間にいろいろちょっとお洋服見て、アクセサリー見て、化粧品見て、ね、まつげ上がってるとでもちょっとメイクしてるみたいだよね。今回はね、下もしてもらったんで、いつもよりねちゃんと下に降りてるんです、下まつげ。でも嬉しいことにまつげパーマの方がすごい、もともとすごい下まつげいっぱいあって長いから、そう綺麗だねって、メイクしてないよもうドスッピン全く本当ファンデどころか顔洗っただけドスッピンでございます。平野光、最近ドスッピンで仕事してるから、ちょっとね、マスクしてね、一応帽子もかぶったりしてる。そう、キャップはかぶっていいよって仕事中。なんかたまにキャップかぶって。ね、でも最近お肌の治安よろしい。そう。食生活はねちょっと安定してる。野菜は食べてるかって言われたら食べてないけど、食生活はねそう安定してるんで割と、うん、まあ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 、ちょっとここはねもういつものことなんでね、諦めましょう。いつもあるこの人、そうこの辺りねいつもなんかある。メイク用品見て、ああこの口紅かわいいな、なんかすっごい真っ赤なやつ欲しいんよ。真っ赤っていうかちょっと毒々しいやか。そうだから、あのエクセルのなんだっけな、エクセルっていう化粧品のどれだっけな、
なんでフェイス ID 頑張れよ。そう、リップベルベティスト、これ LV っていうのレベル12っていうやつがあるんです。そうそう、ちょっとワインみたいな。そう、これね、なんかつけた写真がインスタに載っててめっちゃ可愛いんですよ。可愛いんだけど、でもなんか実物を今日見てきたの、欲しいなと思ってちょっと見てきたんだけど、なんかちょっと写真と違って色が、まあ、もちろんさ、人の唇の色とかにもよるから塗ってみないと結局わかんないんだけど、その紙につけてみた時にちょっと色が違ったから不安で買えなくって、結局帰ってきたんですよそう、これ本当にこの色になるかってなっちゃって、そうそうそう横目はリップベルベティスト LV12、 読み方ちょっと分かんないんだけど、まあ12っていう 色味なんですね。 LV 多分12っていう色味なんですよ。そう、めっちゃ可愛いんですよ。可愛いんですけど、そうねって、あ、そう、1760円、あら、調べてくださったんですね。そうです、ラブシック、これで、あ、なるほど。なんかこれじゃなくてもいい、全然本当に。でもなんかちょっと赤っぽいの、今ねピンクとオレンジ持ってるから、少しなんかなんでちょっとダーク系の赤が欲しいなと思ってずっと探してて、でこれがあの私の中で理想だったの、その写真で見た色が理想だったんだけど、実際なんかまあやっぱり見て、あ、口には塗れないから、さすがに試供品を髪に塗ってみた時にまあやっぱりちょっと違うなと思って、でまあね、不安で結局買えないなと思って買わずに帰ってきた。他にね、そのまじょまじょのまつげ美容液が欲しかったので、まあそれ買いにとりあえず、そのまつげ用とかも、なんかね、いい色ってあるんですよ。そう、いい色ってあるんですけど、高いですね。そう、わ、このこれ理想と思ってデパコスだったりする。でも私デパコスは別にそこまでなんか興味は、あんなもうロマンドとかもいいよね。だからもう少し明るい色。いや、私赤の方が好きなんです。もちろん、ね、ピンクとかオレンジ好きなんですけど。なんだろう、真っ黒で服を決めるときはちょっと赤っぽい色が好きで、濃いめの。そう、でも昔だから赤リップでした、ずっと。なんかね、いつだろう、あの AKB 入る前のメイクなんだけど、そう、今ね、なんかさ、ブルベイエベってあるからさ、似合うかどうかわかんないけど、そう、だからまあお洋服によって変えますかね。なんかホワイトとかだったらさ、やっぱりピンク系とかオレンジ系とかの方がやっぱりちょっとファンシーとかいうね、なんかちょっと可愛らしくなるけど、そう、黒系でパシッと決めるって なるとやっぱり濃いめの赤が私は好きで、はい、昔からね、まあなんか黒色に差し色で赤入れるの好きで、そう、しようかな、答えのない遥か遠い道のりだからこそ、信じる強い証が今必要だから、うんね、明日
さカラコンも本当はつけたいな。でもな、なんか仕事行くのになんかもったいないな。そう、結局さ仕事行くときは外すからさ、そうもったいないなってなるでもつけたいね、やっぱり。もう最近全然出ないし、まあ、東京行くときはねもちろんつけるんだけど、東京行ったら。そう最近ほんと仕事し、家出るって言ったらもう仕事しか行ってなかったんで、久しぶりに本当にちゃんと買い物行くぞ、おしゃれするぞっていう感じなんで、本当明日何着ようかな。セットアップでもいいし、デニム、スカートもいいな。でも楽しみだね。ガリップの写真ないかな。でもなんかね、その AKB 入る前の写真があんまりなくて、そんなにないというか、まあ、あんまりお見せできないというか。ここにいる証明をいつも探してる、それは気がつけば右ポケットにあった。今日の空は青く澄み渡っていて、まるで世界を透明にしたみたいだ。見つかるは違った、歌詞写真今探してるから、ちょっと待ってただただ携帯触ってる人じゃないから。生きてゆく意味は何。あ、でもこれとか赤じゃないかな。あ、でもこれちょっと明るめだな。ゲストの時これまだ明るめの赤だね。マミーそんな赤いの持ってないよ。マミー、マミーあの人ピンクだもん。そいつもピンク使ってる。そうそうそう、階段のやつ。マミから LINE 来てないっすね。今見たけど来てないですね。残念残念。さてあるかな、昔の写真。あー、あったあった、昔の写真ね。昔の写真来ました。でも意外となんか私の唇の色のせいなのかピンクっぽく見えるな全部。うん、ピンクに見えるわ。残念、赤はなかったです。もっと濃い赤がいいの。これインスタ見せていいのかな。インスタの写真パッと見せるね。もういいよ、フェイス ID 通してくれないんなら。このくらいそう、このくらい。好きです私は、あの黒に合わせるときは。そう
そう、毒リンゴ、そう、毒リンゴ色。これあの本当にあのインスタのに投稿されてたやつなので、他の方のね、すいませんね、これあの見なかったことに。でもあの本当この人の理想だよって、この人のがすごく理想だよ私のっていう感じです。あ、もちろんね、なんかもしこすっごい濃いなと思ったら、最悪さ、あの下でオレンジ塗ってちょっと赤塗っけるとかでも、うん、変わると思うんで。まあ、ドクリンゴ色です。僕が信じてきた全てが嘘だったとしても構わないかな。どれ全部同じ色？ん？これがあのエクセルのリップ。リップベルベティストラブなんだっけラブシックラブシック12っていうやつなんです。そう、でもこれこの写真にも写ってるんだけど、意外となんかピンク味が強くて、すごいくすんだピンクみたいな感じの色味なの、どっちかっていうと。だから実際私の唇に塗ってみたらどうなんだろうって感じ。そう、だからこれが私の不安になったから、そう、買ってこれなかったって。でなんかもっと他にもいいのありそうではあるかも。なんかロムアンドのめっちゃ濃いやつとか、ロムアンド、うん、どうなんだろう、他にあるんか分からない。もうね、他のブランドも見つつ、なんかだからインスタとか見てると結構いろんなのあるんですよ、こういうのって。そう、私の一番の理想はあのイヴ・サンローランだったんですそう、イヴ・サンローランだったんです。なんか何色かその口紅の色めちゃめちゃ出てて、赤系の、うわこれだわと思って。そう、でもデパコスは別、私多分もっと他にいいのあるなと思って。あ、他にいいのあるなって言い方しちゃダメだ、あのもっとお安くて私に合ったやつがあるなそう、もちろんね、あのイヴ・サンローランはねちゃんとしたブランドですから、本当にめっちゃいいんですよきっと。はい、めちゃいいと思います。使ってる人よく見るし、そう、発色とかね、そう、お高いんです、すいません、私からしたらちょっとお高いんですねそう、もちろんイヴ・サンローランもすごく素敵だった。憧れですね。私は多分メイク用品にっていうよりお洋服にがっつりその分っていうタイプなんで。サンローランは高いよ、イヴ・サンローランは高いっすよ。ちゃんと値段見たことないけど見たことないんかい。あ、だでもまあ、あのもっとごっつ高いかと思ってた。だからそれをあの高く見積もりすぎたからか、ちょっと安く感じる。そうそう、5500円から、そうそう、間違えた、カートに入れちゃった、違う、サイト見てたら間違えちゃった。うん、まあって感じ。ちょっとオンライン業相談ちょっと消したいんだけど、
って消したらいいですか。ちょっと見づらいんだ。うん、まあまあそう。あ、でも高いですやっぱり。私はね、本当にあ、お買い上げをしないです。ちょっと間違えてね、ちょっと間違えてカートに入れちゃっただけで、ご購入はねちょっと止まってるんで大丈夫ですよ。私はちょっとお手手が出ない。将来的にね変えたら嬉しいけれども、まあでも今ね全然なんていうの、もちろんデパコスもねもちろんすごくいいし発色も良かったりっていうのはあると思うけど、全然他にも使い心地いいものはあったりもするし、結局さなんか自分に合うかどうかかなとも思うので、そうかな。もちろん高いもの、あ、これディオールのとか例えばブサンローランの方がやっぱり私合うっていう人はそれを買ったらいいと思うし、私は別にね他ので全然あこれが合うなっていうのを見つけてるから。そう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 、もちろんまあでも憧れはもちろんありますよ、そりゃお高いいいものですから。まあリップとハケで塗るのと違う何、リップ口紅とグロスの違いかな。うん、まあちょっと違うけど、まあでもそんな変わらん、私からしたらそんな変わらん。そこまで私も化粧品詳しいわけじゃないのでそんな変わんないかな。結局口紅もハケっていうかブラシ使って塗る時もあるし、そうそうそう、なんかそんな変わんないですよ。もちろん直で塗る時もあるし、だから強いてのはグロスの方がなんかちょっとツヤが出るというか、ペチャペチャする、ペチャペチャするって言い方よくない、なんかちょっとくっつくというかいうイメージがあるかな。水分量が多いと言いますか。うん。でも私は全然そこまでなんか、まあ今ねなんかどっちかっていうとそのグロスの方が使うことが多いんですけど、うん、持ってるもん大体グロス系。そう。でもそこまでなんかこれじゃないとグロスじゃないとっていうこだわりはないので、なんか私の好きな色が結局それだったとか、なんかさ、まあ、最近そっちの方が多いのでっていう感じかな。そのくらい、別あんまりねどっちでも私はいいなっていう、なんか好きな色があるかどうかかな。こんな感じ。後でまた
これつけて歌おう。もう最近さ、お菓子がたまる一方なんだけど、どうしたらいい？最近たまにね、ケーキを買ってくるの。そう、職場の近くにケーキ屋さんあって、まあなんかちょっと顔見知りというか、まあお店近いからさ、なんかまあちょっとそんな関係なんですけれども、はい、で美味しいのでたまにケーキを買ってくるんです、そこので。今日ね、もうずっとね、ずっとずっと食べたかったのがあったんです。今日ケーキ買おうかなと思ったら、そう、なんかいつもね、なんかなかったの。まあ人気なんだろうね、きっと。そう、なくって、でも今日それあったの。だからそれを買ってきちゃって、まあ明日、まあ、本当はね、本日中に食べなきゃいけないんで、まあ明日食べるんですけど。そう、明日食べるんですけど、そう、そしたらね、お菓子をね、あんまり食べなくなって、最近本当にあんまり食べない。だからね、あのピカチュウとニャオハのさ、こういうさ、フィレ組とかさ、まあ、もちろんの皆様おなじみ忍者飯とかさ、そう、などなどでね、ちょっと開けちゃったポテチとか、一応袋こういうのついてるから、まあいいんですけど、とかあるんですけど、食べてないんです、そんな。たまによ、ほんとたまに。何のケーキ？モンブラン。そう、ほんとたまに、たまに、もう週1あるかないかくらいの、まあ、週1くらいになる。だからさ、別に。あとこれね、これ美味しかったよ。でもそう、半熟ダーステリーヌショコラ、これ美味しかったです。うん、まだ食べてないんですけど、全部一つしか食べてない。昨日さ、あれ昨日だっけ、一昨日だっけ、昨日かな、一昨日、なんかさ、お昼で仕事が終わった時があったじゃん、お昼ランチ時タイムのみで、あれ昨日か、昨日だわ。めっちゃ昨日だわ。そう、昨日ね、そう、私のね、シフトの組み方を間違えちゃったって。そうそうそう、そう、なんかちょっと小腹空いたから、ちょっと食べようと思って一つだけ食べてたんだけど、そう、でそれだけ、あの一つ食べて、うさ、個包装だと思ったらさ、個包装じゃなくてさ、困ってんの。昨日から飽きっぱ、どうしようかな、誰かにあげようかな。本当にだからね、お菓子溜まってく一方、最近。ダースって個包装じゃないんだね。あんまりダース食べたことなかったから知らんかった。うん。でもまあ美味しいんで、ぜひ食べてみてください。これ。あれ本当美味しい。なんかしっとりチョコケーキに、あの滑らかな半熟仕立てのチョコらしい。甘いです。お兄さん、お兄さん食べるかな。もう食べるって言ったらあげるわ。半熟がいいのか、まあ、普通のチョコよりは、例えばチョコケーキ、ガトーショコラとかの方が好きで、なんかボンボンショコラになるとまた別だけど、普通のチョコっていうチョコよりは、まあなんかちょっと生チョコとかケーキとかの方が好きかな、私は。そう、もうチョコっていうチョコはあんまり好きではない。あんまり食べない。パキッとしたやつね。あんまり。ね、あ、でもね、お店でさ、これもらってさ、最近何個も、そう、店長がこれ美味しいんだよって言って、そう、美味しい、そう、知ってるんだけど、そう、店長めっちゃ好きらしくて、
あのまかないくれるたびにね、あのまかないいつもね持って帰るとき袋に入れてくれるんだけど、そう絶対一つ最近入れてくれてて、まあ最近ね、あのなくなったんですけど、なくなったからね、はい、あのなくなっ、あのもらえなくなったんですけど、そうシュガーバターサンド、シュガーバターサンド合ってる、そう結構あの東京で有名なお店かな、お土産とかの定番、東京やった気する、あれセブン、いやセブンじゃないと思う、これもともとね東京とかのね、あの確かお土産なんだよ、バターサンドの木みたいなやつ、そうもちろん今ねセブンでもね買えるようになったんだけど、割とシュガーバターの木でした、はい、そう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 、お美味しいですよこれ、これをね今ね4つ食べ込んでる私は6つくらいもらったのかな、毎回毎回、そうで、よあのとりあえず2つは合間に食べて4つ食べ込んでます今。あでも本当に美味しいんで、おすすめ、マジで美味しい、これはなんか周りのさクッキーがね、クッキーっていうかなんかそのジャリジャリのパイかな、これなんて言ったらいいんだろう、そうが本当にあのめっちゃ美味しくて、何味あるんだろう、ちょっと分かんないけど、そう美味しいです、これ本当に美味しい、そうそうそうセブンでもそう売ってる、レモンのセブンで買ってたよね、あそう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 、止まるからいらんって、いやあのいるよ食べるもん、だってこれ賞味期限1月5日だもん、食べるもん、私大好きこれ、美味しい、めっちゃ好き、大丈夫です、もう多分 なくなったんで、店長が、店長なんかあんまり甘いの食べない人なのかなと思ったら、いや俺もさ手止まんなくてさとか言ってさ、甘いもの食べないちょっと失礼やけどな、なんか勝手な偏見で、そう甘いもの食べるんや、まあまあ、そう、いや別にあの年齢のせいじゃないよ、別に年齢があれだから、そうちょっとあの年上だからあの嫌いとかではなくて、違うんですよ本当に、なんかお酒が好きなんですよ、そうお酒が好きで、結構まあ日本酒なのかなと思うんですけど、なんかまあ詳しくて、そうでなんかちょっとかっちりとしたイメージというか、まあ優しいんだよ、もちろんすっごい優しいんだけど、でもなんかちょっとイメージというか感じというかがちょっとかっちりとした感じの、まあ顔つきもある、そう、それは本当に偏見なんだけど、まあなんかその彫りの深くてそうかっちりとしたイメージがあったので、でなんかそのたまにそのもらお裾分けでたまにちょっともらったりしてたんですけど、他のお店から甘いものもらった時もなんか別になんかそんなめっちゃ好きでみたいな感じでもなかったから、そうそうそう、だからなんか別にそういうのそんな好きじゃないかなみたいな、どっちかってなんかお酒とかおつまみとかの方がすごい好きなのかな、食べるのかなと思ったら、そう手が止まんなくてさ、いや可愛いなと思って、痛すぎるから会いたい気持ちを抑えて眠りにつく、
そんな感じです。めっちゃ優しいです。やっぱりなんかまあ店長だからね、どっか一線は引いちゃうけど、そうそう、やっぱりちょっとねでもね、ほんとすごいいい人、めっちゃいい人で優しくて怒んない。あ、後から始めた方のね、店長ね、それは怒んなくて、なんだろう、まあ、たまにさ、やっぱり私もさミスする時があるんさ。そういう時もね、なんかね、なんやろう、まあ、そういう時もあるよねみたいな感じの人、うん、そういう時もあるよね、まあまあまあいいよいいよみたいな、しゃあないしゃあないっていうタイプの人まあなんかちょっと大雑把、どっちかって言ったらなんかその、うん、そういうところに関して、うん、人かな、まあすごくいい人です。そう、ヒカはさ、どっちかって言ったらなんかもう、あ、失敗しちゃった、もうどうしようっていうタイプだから、もちろんね、しゃあないしゃあない、別にいいよいいよって言われても、まあ、気にするタイプなんだけど、なんだろう、いやなんでこんなんなったんとか言われるよりはやっぱり、いやもう別にいいよいいよみたいな、もうそういう時もあるんよみたいな、俺もやるしみたいな風に言ってくれたら、あ、よかったって思うの。そう、たまにやるんよこういうことね、なんか俺もやるし、なんかたまになんかちょっとずれる時とかもあってみたいな言ってくれたら、なんかちょっと心が軽くなるというか、いい人です。これ空メロディ一つだけ確かな思い、そう、いい職場です。楽しく働いてますよ、二つ目のところも本当に、まあなんかね、仲はよくって、ほんとみんな、私も入って、まあ、もうちょっとで多分半年くらいかなね。なんかやっぱりさ、 2,3 ヶ月くらいってさ、なかなかほんと仕事とかもさ、あ、まあなんかその週に入る回数が少なかったのもあって、覚えがちょっと遅かったんですよ。でなんかすごい、あ、行きたくないなとか、あ、なんかすごい 役立たずだからなと思いながらそう仕事行ったんだけど、なんかみんな優しいし怒らないし、なんだろう、だんだんね、なんかみんな話しかけてくれたり、だ普通に話すし、もうなんか楽しい。でなんかそのね、近くのお店の人とかも仲良くて、たまにちょっと話したりもするし、本当にいいこっちゃ。かさぶたがかゆいかさぶたがめっちゃかゆい。そう、足の、そう、もうね、痛くないの、かゆいの、かさぶたが。
ばんは。ピクミン、ピクミン、ピクミンね、直してほしいわ。よし、そしたらね、もうソロ歌おうかな。いつもの私の安らぎの時間。着いた着いた。キャンドル？何で？それはあのなんで点灯したあのつけたのっていう意味なのか、それとも何でつけてるのっていう、何でつけてるのっていうことでした。チャッカマンですね。
しくて泣いているの。そう素直に生きるってこんなにも自分でいられる。壊れそうなメロディ一つだけ
確かな思い紡ぎ出せたら、僕が信じてきた全てが嘘だったとしても構わないから、無難になんてやってられないから。
れる場所もないのこの思いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。懐かしくなるこんな痛みも関係じゃん。謝らなくちゃいけないよね、あーごめんね、うまく言えなくて心配かけたままだったね。あの日抱えた全部明日抱える全部順番つけたりはしないから、分かってくれますようにそっと目を閉じたんだ。見たくないものまで見えんだもん。いらない噂にちょっと初めて聞く発言どっち、意外あったら友達だって嘘はやめてね。赤いハートが苛立つように体の中燃えているんだ。本当は期待しての現実ってやつ、叶えるために生きてるんだって叫びたくなるよ。聞こえていますか、無難になんてやってられないかな。帰る場所もないの優しさには尊敬してる、だから強くなりたい。進むために敵も味方も歓迎じゃん。どうやって次のドア引き返せない、物語始まってるんだ。目を覚ませ目を覚ませ。止めちゃった、めっちゃ降ったね、なんか痛いくらい降ったね、やばかったよ。なんかでかかった気するんだけど気のせいかな。真っ白な景色には誘われて僕は行くよ、まだ見ぬ世界へ、oh. 迷子のまま旅していたネズミ色の空の下、日替わりの地図、いつもの夢が滲んでいた。いつかはさ、ちっぽけな僕のこの歩幅でもあの雲の向こうまで行けるかな。強がって傷ついた心すかしたように、降り出した雨粒たちが乱反射繰り返す。まっすぐな光が交差して行く先も告げぬまま、どこまでも突き抜ける。淡い酸素量を目に焼き付け届くはずなんだ、まだ見ぬ世界へ。ちょっと待って、なんかごめん、ほんとさ、めったに歌わないってさ、あの重要なんだ音が。知らず知らずに貼っていたのは白黒のステッカーで、大事なもの僕
裏は隠してしまっていた。宝の石より花より星の明かりより綺麗な夢という名のホログラムをざわめくをはみ出して逆らっていつか描いた風景。悔しさも寂しさも今泡みたいに弾け飛ぶ。まっすぐな道でつまずいたって、かさぶた剥がれたらきっと強くなれる。真っ白な景色には誘われて僕は行くよ、まだ見ぬ世界へ。こっち2番の方か。これはいろいろ混ざってるんだ。3番はないわ。の影に震えるたびに遠くで僕を呼ぶ声がして、yeah! まっすぐな光が散らばって、雨上がりの午後に束になって注ぐ。無限のグラデーションが今混ざり合って、この空の下どんなとこにいても必ず届くはずさ、まだ見ぬ世界へ。合ってるか合ってるかわからん。ナイフを靴下に隠してた。
正しいことが正しかったら受け入れるだけ。なくしたと思ってた、でも君が知ってた、君がいて本当によかった。ありがとうございます。スナーポケットさんです。バルトリガーです。近づいたなら光を集めて照らし、心のゲートを開いてく。きっと誰かのためだって感じながらいつだって戦って、傷の数だけ強くなれるよ。やっと生きて意味を持って、その日々にそれぞれの色を持って、また虹を描こう。ギリギリに静止して叫べ、次の未来期待したい。ギリギリにファイアゲイン、行くぞ掴め、スマイスマイスマイ。僕らには守るものがあるから、そのためには何を捨ててもいいさ。東から西へ昇る太陽が今日も君を照らすから。 Wow 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 Wow。負けぬように己を信じれるように、強さに変わる何かを無我夢中で探し歩いた。きっと誰かのためだって、いつからか自分のために変わって、孤独を捨て希望を夢抱いて、きっと暗い闇だって見えない絆常に繋がってる。光をこの手に、ギリギリにステイして、叫べ、次の未来期待したい。ギリギリにフライアゲイン、行くぞ掴め、スマイル
スマイルスマイル。僕らには守るものがあるから、そのためには何を捨ててもいいさ。東から西へ昇る太陽が今日も君を照らすから。わかんないとこ来るよ、わかんないとこ来るよ。やっと生きて意味を持って、その日々にそれぞれの色を持って、また日を描こう。ギリギリにステイして叫べ、次の未来期待したい。ギリギリにハイアゲン行くぞ、掴めスマイルスマイルスマイル。僕らには守るべ赤瓶だ、そのためには何を捨ててもいい。東から西へ昇る太陽が今日も君を照らすから。 Wow 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 Changes a new world。 はい、ありがとうございます。月明かり流れ込んで影を並べた鏡に映る世界はモノクロ。寄り添う心と心重ねた記憶リンクする絆と傷が強さ遅れて君のために何ができる、私がここにいる理由。確かなことは一つ、結んだ約束。曇りのない眼差しを遮るものは何もないから、近くにいるよいつも私だけ届く声。鏡を覗き込む
ら君の頬で顔が見たいよ。ただそれだけでいい。互いが抱えた不安打ち明けた夜、自分のことのようにうなずき、あったね。たとえ君が疑っても私が信じているから、ずっとこれからも君の代わりはいないと。言葉にできなくてもその横顔で伝わるから、一人じゃないよ、ずっと胸の奥に響く声、向かい合わせた素顔、今君の頬に手を伸ばすよ。迷い抜くってあげた。輝きも涙もまっすぐ続かない、一つになれる。曇りのない眼差しを遮るものは何もないから、近くにいるよ、いつも私にだけ届く声。鏡を覗き込んだ君の微笑む顔が見たいよ。ただそれだけでいい。君がいるだけでいい。なんかさ、ふと思うんだけど、 J-POP とさ、邦楽っていうの何が違うの？私を抱きしめて凍えてしまいそうだから。邦楽全般なのか。なるほどね。 J-POP はポップなのか。なんかでもなんか分けるのかなみたいな。そう、感覚とかね。ああ、もう本当になんて素晴らしき世界で、今日もまた己の醜悪さに惑う。なのに人を好きって思う気持ちだけは一丁前にあるからもだえてるんでしょう。アグリー正直言って私の顔は左手で描いたみたい。必然この世にあるラブソングはどれ一つ絶対待ち向けなんかじゃないでしょう。使い道のない口づけ、哀れみを欲しいままに、スパンコールの傘ぶ
下で身を守る愛されがいくらいなんだ。ギラギラ輝いて私は夜を飲み、ラプタプタプタプ今に見てろこのラブ、目にしみるわ1ミリグラムの花火、ドラッゴンドラッゴン、なんてファニーこの世はビザ、キラ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 、あのお釈迦様も存ぜぬうちに健やかに震えていたみたい、それは世界の方かそれとも私の方ですか、強制は鼻から無理でしょう、まがいものこそ悲しいけね、無我夢中走る走る、強い賛成が洗い流す前に蛍光色の朝抱いて、メラメラ火を吹いて私は夜の髪、ラプタプタプタプ、そこで見てろこのラブ、強くおなりあなたなりのメイクアップでラプアップラプアップ、ついにファニー孤独はガソリン、卑屈な街を行く目を閉じて、もう一回もう一回、もしも神様が左利きならどんなに幸せか知れない、キラキラ輝いて私は夜を飲み、ラプタプタプタプ今に見てろこのラブ、目にしみるわ1ミリグラムの花火、ドラッゴンドラッゴン、なんてファニーこの世はビザ、キラ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 、花は満ちてありのままじゃいられない、誰も彼もなんて素晴らしき世界だ、気をついてこう、はい、ありがとうございます、はい、ないね。
り目がくらむ朝日を塗りつぶして黒に変えたら醜ささえ闇に溶けるだろう。聖書なんていらない。翼広げた「この世が嘘だと信じ全てを欺いてきた」「今さらもう戻れない夢も踏みにじる」「そして絶望気で回せたリールは今日も回る」「笑いもせず涙も見せず枯れ果てた僕が映っている」いつからか閉ざされた心の空強く叫ぶこともできず広い闇で何も聞こえず一人怯えてるのだろう。届かない過去への祈り。弱さが悪だと信じ全てを傷つけてきた。笑い隠しながら全てを欺いてきた。今さらもう戻れない夢も踏みにじる。そして永遠に映される絶望気で回せたリールは今日も回る。笑いもせず涙も見せず枯れ果てた僕が映っている。いつからか閉ざされた心の空強く叫ぶこともできず広い闇で何も聞こえず一人怯えてるのだろう。永遠に繰り返す絶望気で回せたリールは今日も回る。壊れたおもちゃのように面白いでしょ。これ私でもテンポつかみづらいもん。結構ね、あの変わりますね。ちょ、分かんない。そこまで私も詳しくないから分かんない。そこまで詳しくないからちょっと気になるかも。本当に高いです。歌うときおおと思ったもん。描いたこんな違う僕ら出会うはずもないはずもなかったさ。泣かないでいて秘密の約束消えない傷跡守りたいと言ってしまえたらきっと楽になるけれどどうしようもないほどにもう引き下がれない。本当のことは聞きたくもない。口づけダイヤモンドをあなたの指に
渡そう。形のない約束、いつだって思い出して愛してる。新しい日常とあなたが描いた虹は混ざらず、雨が止んだ空、それでも光を待っている。僕はどうしようもないほどにもう引き裂かれて、本当のことは知りたくもない。口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう。形のない約束、いつだって思い出して、写真に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で終わらぬように覚えてて。山田くんと7人とも、あ、聞いたことあるわ。見てたのかな。あなたの指に渡そう。形のない約束、いつだって思い出して、写真に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で終わらぬように覚えてて。動き出す日常にあなたは涙で虹を描いた。二人は大丈夫、これからのことは何も言わないで。あと3曲 ?2,3 曲かな。
はなれないけど、こんな夜に意味があるなら、僕らは血を這う、まだ血を這う。遠慮するよ、敗北の敗北の少年、平凡を歌え、愛に行くと神は信じないたちで、すれ違いの物語よ、さよなら敗北の少年、現実を歌え、僕らは泥を這いつくばるもの、こんな夜も愛しいから、僕らは血を這う、ただ血を這う。次の曲最後にしよっかな。いや、まだちょっと早いですけどね、季節的に。これ高いし。でもなんか、のんびりと歌おうかな。早いですけど。でもね、もうね、グッズとか出てるもんね。君の温もり
よこれ聞けよって貸してくれた CD は君がくれた歌のラブレターずっとずっと言いたくて付き合ってくれてねえありがとうもっと好きな人強く抱きしめなさいと雪は探しながら結ぶはずのない気持ちが結び合えたことの不思議感じてたずっとずっとそばにいて同じ旅をしたい Snowflake 空が街角に白い息を吐くほら雪だよ The white horse の歌はちょっと配信終わります。ありがとうございます。きっと来る来るきっと来るきっと来るはい、ありがとうございます。イヤホン抜きます。メリークリスマス。あ、言われた思考が似てるね、やっぱりね、きっと来るって言われたらねこっちだよね、これだよねちょっとこっちに行っちゃう。はい、ということでこれでね配信終わりたいと思います。ランキングいきます。13位ランタンさん、12位サルキチさん、11位ニシさん、10位ところてんさん、9位サタちゃん、8位スリッパさん、7位桜のお友達さん、6位エンドレッドさん、5位カボちゃん、4位ユーボーさん、3位カイさん、2位氷ピカミンさん、1位ユートさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。エンドレッドさん、氷ピカミンさん、ユーボーさん、ユータさん、サブローさん、シロミさん、ポメさん、ランタンさん、台湾からのトクデスさん、カーさん、地球さん、意味は何一つ変わらないから、カイさん、壊れそうなメロディ、エレメンツさん、ともちゃんさん、桜のお友達さんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ピクミン、あ、するよするよ、全然する、まだしますよ、終わってないもん。
ということで、なんか背景戻ったね、まあ、ということでね、本日も皆さん見に来てくださってありがとうございました。明日からねきっとお仕事始まる方たくさんいらっしゃると思うんでね、ゆっくり休んでください。ということでね、本日も皆さんありがとうございました。それではまたね、ゆっくり寝るんだよ、おやすみ、今日も一日お疲れ様、おやすみ。ありがとう。